皆さんこんこにちは吉武大輔ですす令和6年年もも始まりままりしししたたよろしくお願いいたします節分前のこの時期に毎年お届けします新春セミナー今年は2024年「木の上の立つ三匹中宮」ということで今回は YouTube で公開してみようという新しい試みでございますなので2つお願いとご注意ございます えもともと新春セミナーは自分の身内、大切な人たちに向けてお届けしていますし、喋り方もこの身内向けの喋り方でお伝えしますので、初めて聞いた方は一体何だ何だと思われるかもしれませんが、まあ、吉武大輔という人間がお伝えする情報ですので、あの必要な部分だけ受け取っていただいて、もうご自身が違うなと思うものはご自身の直感や行動を信じていただければ幸いです。そして2つ目。 あの私ユーチューバーではございませんのであの喋り方だったり動画にミスがあったりするかもしれませんかもというかきっとあります一発撮りで撮ってますのでなのであのそのあたりはあの楽しんでいただければと思いますのでご了承くださいそれでは「新春セミナー2024」スタートしてまいりましょうよろしくお願いいたしますまず最初に新春セミナーとは何か、えー、説明するところから始めていきます 新春セミナーは監視・気学・リーディングの3つの観点からその年の流れを読み解き人生や事業の計画を立てるためのセミナーです、まあ、監視と気学については後ほど説明しますリーディングっていう言葉も聞き慣れないかもしれませんが、まあ、あんまり深く気にせずにですねご自身に必要な部分だけ読み取っていただければと思います2024年は「気の絵の立つ三碧中宮」ということで おそらく他の YouTube をされている方だったりいろんなブログの記事とかでも出てきて今年はこんな年になるよっていうのがたくさん書いてあると思いますこの新春セミナーとそういう他のものとの違いはですねこのこの年がどうなるかっていう情報がどうかよりも皆さん自身が計画を立てるかどうかの方が重要なんですねですので内容をお話しする前にまずは2023年の振り返り そして2024年の計画やテーマをある程度立ててからこの本文の内容に入っていきたいと思っておりますので動画も必要に応じて止めていただいてそしてノートとペン筆記用具等を用意していただくようにお願いいたしますそれではまず振り返りから始めていきましょうまず去年の振り返りですね3つ質問をさせていただきます そして一つ目の質問に答えられる方はもうすごく優秀です逆に一つ目の質問に答えられない方は今年からぜひ新しい習慣を身につけてみてください吉武大輔が主催するイマジニアというオンラインサロンがあるんですがそこではとにかくできることをコツコツ続けていこうねっていう話をしていますこう裏技的なことだったり何かすごいあの広告をかけていきなり何かが生まれるとかではなく 本当に丁寧にコツコツ一つ一つ積み上げていく積み上げていくのは地味なんですけど人生後半にどんどんその効果が出てくるようなそんな生き方をしたいなと思っていますですのでこの振り返りをすることとか計画を立てることっていうのは最初は不慣れかもしれませんがそういう習慣を身につけていただければ幸いですそれでは一つ目の質問はこちらです 2023年当初決めたテーマと目標は達成できましたかという質問です、ね。書き初めとかもありますね。今年はこんな年にするぞっておぼろげに決めた方、全く決めなかった方、明確に決めてかつそれを意識して1年間過ごされた方、全然違う人生になると思います。まずは当初決めたテーマがある方、決めた目標がある方はそれを思い出していただいて決めた時はどんな気持ちだったのか。 実際に1年が終わってそれがどうだったのかという振り返りをまずしてみてくださいこの振り返りをした後に、えー、フリースタイルで「2023年どんな年でしたか?」っていうことをしていきましょう、えー、決めてなかった方はこの2番からスタートしてみてください嬉しかったこと頑張ったこと達成したことまだできなかったこと悔しかったこと悲しかったこと思い出に残っていることを思いつくだけどんどん書いておきましょう そしてそれを一回全部書き出したなと思ったら印象深かったことベスト3を上げてみてくださいそしてその理由も書いておくことをお勧めしますでこの振り返りをした紙はぜひ残しておいてほしいんですそうするとこれから1年後2年後3年後5年後10年後に2023年ってどんな年だったっけっていうのを思い出すときにこの振り返りのシートが1枚あれば そうそうこういうことがあったよなっていうのを残すことができます今日これを書いたら今日の自分から未来の自分への手紙になります名前と日付を書いて2023年の振り返りをしっかりしてみてくださいそしてこの振り返りをすることで料理でいう素材が集まってきますこの去年の振り返りを素材として今年のテーマを決めていきましょう必要に応じてここで一旦動画を止めて ご自身の好きな音楽をかけたり好きな飲み物を用意したりしてしっかりと振り返りをするという時間をとってみてくださいそして振り返りができた方は次に進んでいきましょうそれでは今年のテーマこれも3つの質問で決めていきたいと思っております1つ目2024年のテーマをまとめましょうということで まあ一言で言うと「2024年のテーマは何ですか?」と聞かれたら何と答えるでしょうかこれも、あのー、いろいろ候補を出しながら最終的にワンフレーズにもしくは漢字一文字でもいいのでまとめてみてください。で今日ね仮で決めときましょう。なんか決まったら決めようじゃなくて今日この瞬間に仮でもいいので決めておけばそれをこう見るたびにあやっぱりこれがいいなとか何か違うなっていうのが意識できます。 何にしよう何にしようどうしようって空白のままだといつまでたっても決まらないことがあるのでぜひ仮でいいので決めてみてください。で明日変わっても大丈夫です。そしてその1テーマをまず決めたらこれが大事なんですよ。テーマって結構抽象的だったりするんですよね。例えば健康に過ごすとか思い出を作るとか行動するとか人によって何かあると思います。 じゃあ例えば健康がテーマだとしたら何が達成されたらそのテーマは完結した完了した達成できたと言えますか3つまとめてみましょうというこのまとめ方をご提案させていただきます。というこのまとめ方をご提案させていただきます。例えば健康だとしたら測れるものとして筋肉量がいくらとか体重がいくらとか人間ドックの調査でホニャララをするとかもしくはマラソンを何時間以内に完走するとか 具体的にそれが達成できたと言える目標とその目標はどんなテーマ、まあ、このテーマを目的という言い方でもいいです目的と目標でバランスよくこの2つを作るテーマや目的は抽象度が高くてもいいですですが目標というのは数値と期限が必要ですのでこのテーマと目標を連動して考えるということをやってみてください でこれが一気にだければいいんですけれどもこれも書きづらかったら2024年中に達成したいことを全て書き出してみましょうそして優先順位をつけてみましょうそうするとこれもまたね未来の自分へのラブレターになりますあ当初2024年の当初こんなこと考えてたんだなってこれは自分のまた素材になってきます先ほど振り返りをした2023年の素材と そしてまだ統計学やこういう情報を見ていない段階での自分の2024年をどうしたいかというテーマ決め目標決めこれをまずはしっかり時間をとってやってみてください下手したらここだけで数時間人によっては数日かかるかもしれません焦らなくて大丈夫ですそして振り返りの仕方も目標設定の仕かもいろいろありますのであまり難しく考えずに まずは A41 枚でいいから紙に書いてみるということからスタートしてくださいそれではしっかり時間を取った後に内容に入っていきましょうまずは漢詩についてのご説明をさせていただきますはい漢詩この漢詩は何かというと実感と十二支この2つからできていますじゃあ実感って何かというと この世界は木下土言水と呼ばれる5つの元素エレメントからできているよとそしてその5つのエレメントに対しても陰陽があるよとで陽をえ陰をとと言いますなので木の絵ととで木の絵木のと火の絵とと陽と陰で火の絵火のとというように5種類のエレメントに陰陽の2種類があるので10種類 同じく十二詩は「ねうしとらう」「たつみいまひつじ」「サルトリ」「いぬい」という12種類ですね。この十二と十の組み合わせでこの時代を読み解いていくというのが漢詩という考えです今年は「きのえのたつ」という年が回ってきますので後ほど説明をさせていただきます。そしてもう一つが えー、旧世紀学、えー、自分の場合は「旧規法医学」というものを先生から習いましたこれはあの八角版こういう図を見たことある方もいらっしゃるかもしれません法医を見たり引っ越しを見たり開運の流れを見たりするものなんですが今年は3匹というものが中心に回っているので3匹中宮の年にどんなことが起きやすいか起きてきたかというのを旧星気学から見ていきますこの「監視」と「規学」の組み合わせ そしししてて先ほどお伝えしたリーディングのの情報から、えー、この年を見解い,ていきましょう。では早速内容に入っていきますので事前に必ず自分が書き出しておいてください。いきなりこの情報を聞くと「あじゃあこういう年ならこうやってやろう」って引っ張られちゃう可能性があるので,であの参考にするのはいいんですけどやっぱり皆さんの人生の主人公は皆さんですから自分の直感や計画ありきで統計学を使っていただければ幸いです。 では参りましょう。まずは木の絵からですね。木の絵。この木の絵の文字は鎧や兜、甲冑のカツという字と一緒ですね。種子が硬い皮に守られて目を出さない状態や、物事に対して耐え忍ぶ状態っていうのを表しています。物事の始まり、そして生命そのもの、成長っていうのも意味するんですね。 でこの「木の絵っていうのは「甲子園」っていう漢字があるようにこの一番最初甲をて,ーてーっていうところの始ままりりでもあります。なのでこの「木の絵が回ってくる時は新しいい物事を始めるっていうのに最適なんですね。ただしこの足元っていうところで言うと例えば畑の土が石だらけだったり栄養がなかったりしたらいい種をま,まいても出づらいのでしっかり自分の環境だったりとか。 あとは調子に乗らないようにしっかり一つずつ地道に最初は丁寧にやろうね伸びやかに伸びていくのはこれから後からいくらでも出てくるから今はしっかり足元を固めながらそして物事を始めていくってことをお勧めしましょうお勧めしますまたこの物事が始まるってことは古いことが終わるっていうのもあります 新旧の衝突、激突っていうのが少し起きやすかったりしますが、違いを認め合って、お互いを尊重して、ぜひ対話を続けてみてください。この対話がないと、打球や慣れ合いになります。特に新旧の激突が起きるときっていうのは、やっぱり古い体制の方の方が強いんですよね。大先輩たちの方が頑張ってきてくださってますから。ただし、それに妥協すると、現状維持。まあ、現状維持っていうのは、実はね、着実に衰退しちゃうので、 もしくは放置してしまうと近い未来の崩壊へとつながっていきますからちゃんと対話を続けることそして違いを認め合ってお互いを尊重しながら新しい物事を始めていってみてくださいまとめると古い制度や環境から脱却するための新たな創造そのために使っていただきたい一年になっておりますそして「立つ」という唱意はどのようなものを表すか ツは全ての新芽が葉を広げ降り注ぐ日の光を全身で浴びている状態また草木の成長が一段落し整った状態を表しますそしてその場合は次ななるる方向性を決めということが重要なんですね先ほどの木の絵もどちらかというと物事を始めていいここうねっていうねところでした龍はどちらかというともう新芽が出ていて一旦整ったよー だから整ったからこそ次の方向性を決めていこうねっていうのが重要です。ここでは理想に向かって辛抱強く進めていくってことを意味していきます。一旦成長したんですだから無理やりこれ以上成長しようとするのではなく例えば木をイメージしていただいて。 あこっちの枝葉伸びてるかからちちょっっと切ろうかなあこっちは逆にまだ伸びてないから日が当たるようにしようかなというようにじゃあその先にどんな方向性でこの木を育てていきたいのか自分自身という可能性をどういう理想に向かってどんな障壁を乗り越えながらやっていくのかというところを意識していきます。また辰年はこれまでの積み重ねによっていい方向にも悪い方向にもまた激震。 この達という字は振動するっていう意味もあります。激震が走り、改革や革新をするための新しい制度や商品が登場し始めるのもこの達年です。困難な障壁も心と力を合わせて乗り越えていく一年にしていきたいものですね。なのでこの木の絵も達も同じような方向性っていうのは結構珍しいんですよ。これが真逆。例えば天監視の方はぐグイグイいぐい行きましょう。あ。 実感の方はどんどんいきましょう十二支の方はあんまり動かない方がいいですよっていう年もあったりしますなんですが今年は新しいスタートを切っていこうね新たなる方向性を決めていこうねただし障壁や困難もあるから辛抱強くやっていこうねというのがこの「日の絵のたつ」の流れになりますではこの2つをまとめましょう「日の絵たつ更新」のこの年は「こう」が物事の始まり タツが障壁の出現と、それを超えるだけの大きな力の象徴です。まあ、竜、タツていうのは、あまあ目に見えないと言われる、まあ、存在しないと言われる唯一の空想の、えー、生物だと言われますが、大きな力を秘めています。この2つが、えー、合わせる更新は、核心の1年です。 陽気にに過ごすってていいうのも大事にしてください真面目に固くするのではなく陽気に過ごして晩鐘の確信をつかみ本質をつかみこれまでの皆さんの経験と努力からあ自分自身ってこういう人間なんだな自分の人生はこういうことが大切なんだなこれからこんな方向性に向かっていけばいいんだなという確信を得て大切な人たち仲間や家族とともに人生と暮らしに確信を起こしてください。 そんなな年間になると思っておりますそれでは九星気学の方でも見ていきましょう3匹木星、まあ、3匹というのは雷を表す将棋になっていますこれも要点を何個かお,お伝えしていきますね3匹の年は物事が早いテンポで進み結果もすぐに現れますなので 足元を整えながら進まないとあ調子いい調子いいラッキーラッキーと思っていても思わぬ事態を招くことがありま,すまた悪いことをすれば悪い結果もすぐに出るしいいことをすればいい結果もすぐに出やすいので現実を見てあ自分が今いい方向なんだなとかあちょっと今自分の状態が整ってないんだなっていうのを現実と自分の内面をバランスよく観察をしてみるということもしてみてください。 また3匹雷ですから情報とか音とか噂とか口から出るものみたいなイメージ意,味意味もあるので新しい考え方とか新技術とか将来に希望を持てるような出来事とかあとはそういう次世代の人物などもと出現してくるかもしれませんただしこれも旧体制と新体制があるので 新しい技術いいよねって言っても古い体制がいやいやそんなのはいらないよって言っちゃうとまた止まっちゃうのでお互いを受容しししててて支援して協力し合えるっていうことが大切になってきますで。その時にねあのいいのが四六の人なんですよね。3匹の次が4番の数字なんですけどまたこの3と4の人がうまく混ざっていく。 また来年が四六になってくるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってあ違う来年は時刻ですねごめんなさい来年のえっと去年の四六の流れと来年の時刻の流れをえまた混ぜていくっていうところをやっていければと思いますそして三匹は全てを網羅することを諦めて要を確実に抑えていきましょう 情報が早いです。パッパッと出てまたパッパッと消えてしまいます。だからここがポイントだなここが重要だなっていうところを確実に押さえおくと逆を言えば分からないまま進むっていうのは本当に危険です。なんかこれでいいんでしょうなんかうまくいってるしって言って進むと後で大変なことになっちゃいます。なので焦らない欲張らないこだわらない分からないことは確認して一旦着地したなと思ったらすぐ次の行動へ。 なんかとらわれずにテンポよく動いていけば三碧中宮の年はうまくいくかもしれません。それでは、えー、監視と旧星気学両方まとめて見ていきましょう。総まとめです。気、えー、の絵の立つ三碧中宮のこの年は新たな世界にシフトする。これがまあ一言に尽きすぎるかなというふうに思います。で、新たなシフトっていうのはまだ誰もどうなるかわからないので。 先見の名誉を持つ人とととに動くと基地としました要はちょっと自分たちより先を生きてる人や時代の先を生きてるなぁと思う人がどんなことをしているかどこにいるか誰といるか何を大切にしているかそういうことを少し着目させてもらってじゃあ私たちはどうしようかなというふうに考えてみていただければと思います。 もちろん新たなシフトにシフトしたくないよと私は今の世界が幸せだよっていう方は全然それでいいと思いますじゃあなんで今の世界が好きなのかなってどういう人たちが、えー、のおかげで自分が今こんな世界に生きてるのかなっていうのを確認しながら人間関係だけはしっかり強く深く長いものにしておくことをおすすめしますはい次です古い体制が崩壊し始め革新的な動きも生まれてきます でこれも流れを見極めないと私には関係ないやと思ったら急に物価が上がったりとか急に何かの制度が変わったりとか、ね、今回も地震みたいなことがあって本当に何が起きるか分からない状況ですなので自分に関係ないと思わずにしっかりと見極めるで必要なことに時間やお金や自分の労力を注いでそうじゃないものは一旦手放す置いておく保留する そして古くなっているものを一回きれいに新しく直していくこういう動きをするのを一年間でおすすめします三つ目スピード勝負です三匹中宮がまた強く出ると思いますなのでせっかくやるなら早くやりましょうそして壁は一個超えたら終わりではなく何個も何個も出てきますあのー恋が 滝を登って龍になるっていうね昔話とかを知ってる人がいるかもしれませんが滝を越えて龍になるぐらいの力があるんです達年にはそして恋は皆さん自身ですでもよっしゃ滝を登って龍になったぜと思ったらまた次の滝があったりまた越えていく雲の何かがあったり状況も変わっていきます でもそれを昇竜のごとく、昇る竜のごとく、自分の理想に向かって方向性を決めて進んでいく。そしてその中で古い体制や自分の昔の世界の癖からこう抵抗感を感じることがあるかもしれない。それでも前へ、自分を信じて仲間たちを信じて進んでいく。かっこ、陽気に、真面目にじゃないですよ。陽気に進んでいくことを忘れないでください。四つ目です。 これはまあ時代がというよりも今から大事なことだなと思うんですけれども監視とかその企画からというよりも近所に仲間を増やししておきましょう要は自分の地域で頼りになる人とか助け合える人とかご家族が近くにいるんだったらじゃあ具体的にどういうふうに家族の時間を増やそうかとかそういうふうにこう近所で協力し合える体制っていうのはもうこれからの時代ですごく大切だなというふうに思っています。 コミュニティを作ることコミュニティの中で自分の役割を発揮するただしただの馴れ合いとかただのサークルではない自分たちの方向性とそして安心安全の居場所と両方のバランスを考えてみてください。そして最後です、えー、ご自身の真の真願いいいから離れないいつも なんでこううまくいかないんだろうなんでこれがダメなんだろうっていうネガティブな方じゃなくて私はこういう方向性に行きたいんだっていう願いから離れないように過ごしてくださいなので方向性が必要です今年のテーマは何ですかあなたの人生のテーマは何ですか30代のテーマは40代のテーマは50代のテーマは何ですか60代は70代は80代は90代はって言われた時に 少しでも自分がこういう人生を生きていくという全体マップが作られていることを、えー、願っております。はい。ということで、えー、新春セミナー2024の内容はこちらまでになっております。最初にご自身が決めたものと自分が書いたテーマと、えー、今聞いたお話がどうでしょうか一致しているのか参考になるのか全然違うのかぜひそれをただ聞いて終わりではなく、紙にまとめる。 また今からおすすめする宿題もやっていただくことで効果が高まるのではないでしょうか。はいということで宿題です。ね普通の YouTube だったら見て終わりですってなるかもしれませんが私はあのー、みんなと一緒に生きていきたいと思うタイプなのでぜひ具体的な行動を一緒にやっていきましょう。3つあります1つ目年間計画の作成です。 でこれはエクセルで自分で入れ込めば使えるようなものを無料で作っておりますので必要な人はここからダウンロードしてください別にメールアドレスの登録とか何にも必要なくただダウンロードできますのでどうぞご活用くださいで自由に自分であの項目変えたりとか使いやすいようにテンプレートも変えていただいて構いませんこれが年間計画です2つ目計画を作ったら、えー、統計学とミックスしてください 石井ゆかりさんの上半期下半期の半半占い最近はもう筋トレって言わないかもしれないですが石井ゆかりさんのものだったりこの数年で有名になりましたしいたけ占いさん上半期下半期が出ていたりあとはホロスコープですとか支柱水銘とか銘がつくものの鑑定の方が皆さんの人生の鑑定の,あの統計も出してくださると思いますのでそういうデータと自分の思うものをどんどん合致させていきます。 これはビジョンアーキテクトという言い方やり方の手法なのでこれもまた別の YouTube でご説明してますので興味がある方は見てくださいで大事なのは自分の直感と統計学を融合するでもあくまでも大事なのは自分の感覚だということを忘れないでくださいでもし周りにね鑑定士がいないよっていう方がいればすご腕鑑定士がいますのでまたご紹介しますあの、まあ、公式 LINE ですとか Facebook とかインスタでご連絡ください はい最後です。これがわしからのオファーですね、えー。計画の調整を仲間たちと定期的に行ってください。最低でも3ヶ月に一度。できれば毎月、まあ、毎月って言っても年に12回だけなんですよ、軌道修正するのが。ただこれ、1人だとなかなかやらないので、えー、このコミュニティを使っていただければというふうに思います。ご自身がね、コミュニティを主催していたり、すでに何かのコミュニティに入っている方は、そちらでもいいかもしれませんが、 そのコミュニティがちゃんとコツコツ継続して積み上げていくコミュニティなのかその特性もあると思います吉武大介が主催しているつながりの中で生きるイマジニアこちらは「7つの習慣」という世界ナンバーワンのビジネス書ビジネス書と言いながら愛について人生について健康についてパートナーシップについて子育てについてプロジェクトの作り方についてありとあらゆる要素が入っている世界的名著です。 この7つの習慣を中心に全国140名の、えー、オンラインサロンのメンバーと一緒にこういうコンテンツをコツコツと続けております。で今は無料相談もやっておりますし、えー、空きがございますのでよかったらこのイマジニアも活用していただければと思います。はいでは長くなりましたが最後にメッセージをお伝えして新春セミナー2024を終えていきましょう。 様々な情報が表に出始めた令和の時代です本当にねこう知らなかった、えー、知りたくなかったでも知ったからには責任が生じるもちろん見てみないふり聞いて聞かないふりもできるですが何を信じるか何を選ぶかによってこれからの人生は全く違う人生になりますあなたは今何を信じていますかそしてあなたが信じたいものは何でしょうか 今まで信じてきたものの中でこれからも信じ続けたいものはどうぞ信じてください。でももし自分の信じるものが変わるのであればもしくは新しく信じるのであれば是非自分自身の本当に望む未来のために新たな世界の再構築を始めてみませんかそしてそれは真面目に難しく怖くやるのではなくて陽気にそして健康で。 豊かに愉快に仲良く仲良く自分が一生涯付き合っていきたいと思える血縁を超えた家族のようなつながりの人たちと共にそして一生涯この自分が土地を大切にしたいこの水を大切にしたいこの山を大切にしたいこの風を大切にしたいこの地域を大切にしたいそういう土着の感性を持ちながらコミュニティの中でつながりの中で皆さんが豊かに生きていくことを心から願っております。 ということで「新春セミナー2024」「木の上の立つ三壁中宮」いかがでしたでしょうかあのー、ほんと YouTuber じゃないのでねなんとか終わったなと今少しリラックスしておりますが少しでも皆さんがいい豊かな人生を生きる一助となれば幸いですそれではまたお会いしましょうありがとうございました吉武大輔でした